あの来年でしたっけ、来年の夏かなんかでチョコフレークが、発売がもうなくなるんですよ。中止になるんです。考えられない、考えられない。チョコフレーク、あんな美味しいのに。これ決定的な理由があるんですよ、チョコフレークを発売中止になる。考えて、ね、年々売り上げが下がっていってたんですよ、チョコフレークの。それなんでか分かります？いや俺これ当てたんですよ、タクに問題出されて。衝撃だよね。あ、もう時代としか言いようがない、時代としか言いようがない。チョコフレーク側はもう何もすることはできなかったね。何もすることはできなかったね。まあ簡単に言いますとね、もうスマホの普及なんですよ。スマホでポテチだったら最悪こうパンパンパンでいけるんですけど、チョコフレークやっぱ後半とか中盤から手の温度とかでやっぱこうチョコがついちゃうんですよ。これに関してはもう拭かなきゃいけなくなって、スマホの普及とともにチョコフレークの売り上げがちゃんとこう対比するように下がったんですよ。これは時代よ。今だって売ってますよね、ポテチ食べる用のこんなトングみたいなね、こうやって取って食べるやつ。チョコフレークもなんかだからな、だからあんなに買ってたもん、あんなに食ってたのに。マジでタクが半端じゃないぐらいチョコフレーク食ってた。俺めちゃくちゃチョコフレーク食ってたよマジでチョコフレークコーンチョコ、チョコフレークコーンチョコでもう毎日回してたんだから俺。でも本当にだからポテチのさトングなんてさ今まで 100% いらなかったわけじゃん。 100% いらなかった。本当にあのゲームしてる時ぐらいだよな、ぬるぬるして嫌だなとか言ってさ、ちょっと不便だなと思ったこと。あんなトングなんてスマホが普及しなかったら絶対このシステムをすごくスムーズに適量出る確かにな、このシステムを考えればまだチョコフレークもまだ可能性あります森永さん。これでいける、適量取れるやつ。でも上向くとスマホ見れないだから売れないんだね売れないわ、もうダメだ。そうここからフッてこのフッて適量もう変わってきてるって話チョコフレークなー。